2番ですね。暑いということですけれども、こちらの暑いが一番わかりやすいのではないでしょうかね。こちらについては、分厚いということで、暑さですよね。例えば、本などの厚さ、を表す言葉ですけれども、一方、こちらの2つについては、温度ですね。暑い、こちらについては、寒いと、対になる。暑いですね。気温が暑いよ寒いよというようなところです。一方で、それ以外のものについては熱、暑くなって議論するというような時にはこちらを使いますということですね。3番、速いということですけれども、速度の場合が、速度に関連するものを表す場合がこちらだよということで押さえておきましょうか。5番、合うということですけれども、人に合う方がこちらですね。人に合う、出会うというイメージで捉えるといいかと思います。6番、産むですけれども、実際に子供や卵がこちらですね。続いて7番、追う、追いかけると負担するというような形で捉えましょうか。